検査の対象とした入所者15名と職員16名の検体を採取し、本市衛生研究所で PCR 検査を実施したところ、昨日中に入所者11名と職員5名の陽性が確認をされました。昨日陽性と判明しました入所者11名と職員5名は、本日中に感染症指定医療機関等へ入院できるよう現在調整をしているところです。本人等からの申告によりますと、発症前14日以内に渡航歴はありませんが、県外への往来に関しましては現在調査中でございます。次に1の患者の概要です。年代ですが、入所者は70代が1名、80代が8名、90代が3名の計12名で、職員は40代から70代までの5名で合わせて17名です。なお職員につきましては残り3名の検査対象者がいらっしゃいまして、現在検体採取などをしているところです。次に括弧2の居住地は全員広島市で、括弧3、症状は現時点では軽症または症状がないというふうに聞いております。なお記者クラブの皆様にお願いがございます。本年4月に発生しました社会福祉施設におけるクラスターの際、施設や施設の職員のへの誹謗中傷が激しく、関係者が心身ともに相当気づかれたという事実がございます。記者クラブの皆様には日頃から報道には十分配慮していただいているところですが、この度につきましても映像や記事の内容につきましてご配慮いただきますようによろしくお願いいたします。そして最後に、新型コロナウイルス感染症は誰もがかかる可能性がございます。かかった方は誰一人悪くありません。一方でこのように感染者が増えてまいりますと、昨日も申し上げましたが、医療用のベッドがあっても医療スタッフが逼迫する可能性があります。こうした状況にならないようにするために、昨日の記者会見で申し上げたことの繰り返しになりますが、一つには地域を超えた移動が必要なときはマスクや手洗い、3密の回避などの感染対策をしっかり行っていただきたいことです。そして一緒に行動する人がいるときは、今申し上げたような感染対策がしっかりとできているか互いに確認をしていただきたいことです。できていなければ感染対策を行うようにお願いをしてください。そして次に、ここが重要ですけれども、発熱などの症状があるときは仕事を休み、ありますかね、会食をなどの参加を断り、そして身近な医療機関をすぐに受診をしていただきたいと。昨日も申し上げましたが、11月に発生した事案では、会社に勤める多くの方が体調が悪い中勤務したケースがありました。熱が出ている、全身倦怠感がする、咳や鼻水が出る、味も匂いもしないなどの身体の異常を感じたら必ず仕事を休んでください。そして感染の可能性がさらに高くなる会食への参加はやめていただきたいと思います。そして寒い時期の感染対策として、職場や施設では管理者が、そして家庭内ではご自身が換気と保湿を心がけていただきたいということです。換気についてはこちらにありますように、窓を大きく開けなくてもわずかに開けるだけで暖かい空気は上側から外に出て、冷たい空気は下側から中に入って空気が循環いたします。また冬は湿度を保つ保湿が重要となります。湿度が低くなり乾いてまいりますと、ウイルスは表面の水分を失い空気中に漂いやすくなり、またそういった環境下ではウイルスがより長く生存できるようになるので、
感染が広がりやすいという状況にあります。湿度を保つためにはこちらにもありますように部屋に洗濯物を干すということでも十分可能です。換気と保湿にはぜひしっかりと取り組んでいただください。そして合わせて従来からお願いをしておりますマスクの着用、手洗い、3密の回避、そういった対策もしっかりとお願いしたいと思います。そして最後に発熱などの症状があったらまずは左側にある身近な医療機関に電話で相談をしてください。相談先の医療機関で発熱にかかる診療や検査ができない場合には退院を紹介してもらってください。またフリップの右側にありますように相談先に迷ったら市のコールセンター全日24時間対応しておりますが082-241-4566にお電話をいただきたいと思います。広島県が指定しております身近な医療機関をご案内し、そしてその診療検査が可能な医療機関で唾液で検査をしていただくようにしております。私からの説明は以上です。それでは質問をお受けいたします。質問のある方は社名とお名前を名乗ってからお願いいたします。指名を受けましたら相手もお参りますので少々お待ちください。それでは質問のある方いらっしゃいますか。はい、手を振ります。はい、リスカミの方がちょっとですね、はい、高齢者施設ってなってるんですけれども、一応その施設名を保有しないというのは先ほどの医療従事者のことを言うと思うんですが、例えば携帯ですよね、福祉施設の例えばこう、フルフォームだったり条件が選べると思うんですけども、その携帯についての効果というのはそこまでちゃんと考えられるんですか。そうですね、やはり、今おっしゃられたように、今後そのこういった、ある程度その施設の形態を申し上げることである程度施設が特定されてしまうということもございますので、そこは申し訳ないんですが控えさせていただきたいと思います。あと、そうすると入所者というふうになっているんですけれども、いわゆる通所者ではなくてこの施設でずっと寝泊まりされている方たちが12人いらっしゃるということで、全員人数が12人で、今ですね、入所されていらっしゃるということが基本です。そしてその方々の中から検査の対象者となっていらっしゃる方が16人いて、そしてその中から陽性患者が12名いらっしゃったと、そういうことです。施設の中に過ごされる中で泊まり過ごしていらっしゃる、そういう施設であって全員、12人が全員ではなくて対象者は14名、はい、対象者は今回の検査の対象者は16名であったと。それで濃厚接触者という、あ、そうです。あ、そうですね。はい。入所者のうち16人が濃厚接触者がいて、はい、そのうち12人が陽性だった。そうですね。そうすると実際に入所されている人全体の人数というのは分かりますか。そこをですね、おそらく申し上げますと、また大体その、その施設の形態がですね、ある程度想定されますので、今はそのように申し上げさせていただきたいと思います。ちょっと同じ理由で、職員さんも濃厚接触者が16人で、さらに濃厚接触者で3人の方が検査対象として、計19人の検査対象がいらっしゃって、今現在出ているのが16人で、そのうち6人が陽性。そうですね、もう少し正確に申し上げますと、この入所者の16名、そして今の職員のですね、今16名プラス残りの3名ですね、これは濃厚接触者と接触者という、合わせてというふうにお考えいただけたらよろしいかと思います。入所者の方は16人は全員濃厚接触者、これはもう濃厚接触者と接触者両方です。これも両方、はい、両方です。はい、打ち上げ用ではないですね。そうですね、そこのところはちょっと控えさせていただければ。はい、今追加で職員者3人をやられておられたんですが、はい、一応この追加でやられる予定の方はその職員さん3人で、はい、あとはこの方の、施設外の人がこの方の方でやっていく、今の予定では3人でやるというのが
あ、そうです、あくまでも追加で検査されるその施設の職員の方は3名です。そして、今からですね、私どもの方で、この入所者、そして職員の方を含めた、いわゆるその例えばご家族であるとかですね、あるいは接触した方とかですね、そういった方を今からお調べをして、でさらに必要に応じて検査をしていきたいというふうに思っています。今のところは分かりません。まさに本当に昨日分かったばっかりなので、今からというところです、はい。この施設は現在は、はい、入所所ということなので、閉鎖というか、一時営業といいますか、活動停止しているという状況になっています。いえ、実際ですね、まだ入所者で陰性の方もいらっしゃいますので、そして職員の方も陰性の方もいらっしゃいますので、そういった方についてはですね、引き続き、そこの活動というかですね、高齢者施設の運営はですね、継続されるということでございます。あと、居住者が移動しましたなんていうんですが、はい、これはここに書いてある全員の方が移動しましたね、お住まいだと。はい、その通りです。職員の方も入所者の方も全員広島市ということです。はい、あと、症状の軽症と症状なしの仕分けっていうのは、そうですね、今ですね、実際もう完全に症状がないという方がいらっしゃるということと、そして、中等症というのはですね、ちょっと昨日も申し上げたんですが、酸素吸入を行うがですね、中等症で、今そういった方はですね、この患者の中に誰もいらっしゃいませんので、そういう意味でですね、軽症または症状なしと、そういうふうに整理をしています。経緯の中で、はい、医療機関はしないのよ。しないで結構です。クラスターを認定されているんですが、使用しましたらクラスターは何件目になるんですか？8件目になります。はい、先日おそらく、これまでの経過で申しますと、9月のですね、22日に、ちょうど記者会見で発表したのが7件目ですので、今回が8件目ということになります。スーパーセントのところが長い件で、大衆演劇の件ですね。はい、ありがとうございます。はい、他に問題ある方はいらっしゃいますか？はい、そうですね、まだそこもですね、合わせて少なくともそうですね、熱がある方いらっしゃいます。はい、ただ症状としては今病院で見ていただいている限りでは軽症であるというふうに認識しています。そこをですね、まさに今調べているところです。はい、今のところはちょっとまだ分かりません。はい、はい、はい、最初の10月1日に発熱された方で、その後検査されて他の方々とどういう場面で、これは一体どなたがですね、最初の初発かというのがですね、これはなかなか分かりません。というのが、この12月1日の方がもう一番最初で、他の方に感染されなくて、他の方が感染されていて、この12月1日の方に移されたと、そしてそれで発熱というですね、身体症状が現れたということも考えられるので、この方が初発ということではですね、ないと。この人が必ず初発であるということはですね、断言できません。はい、他の方もいらっしゃるという可能性がありますので、でしかも例えば施設の外、施設の外の方が感染者で、この施設の中の誰かと接触することによって感染したという可能性も考えられるので、ここの中の施設の方がどなたかが初発の患者だったというのはですね、なかなか言いにくいというところがあります。はい。その初発かどうかは分からないということですけども、ただ濃厚接触者、または接触者という判断をして、この対象の方を検査されたと思うんですけども、そうですね。その濃厚接触、または接触の場面というのは、はい、どういう
そうですね、例えば一緒にお食事をですね、その高齢者施設の中で一緒にお食事をされるとか、あるいはお話をされるとか、あるいはそのいろんな行事がございますので、そこの行事のところでですね、一緒にお話をしたりとかですね、そういったようなことがございますので、もうさまざま接触する機会はあります。そういう中でのですね、濃厚接触あるいはその接触という形で整理しております。そうですね、今日ですね、後ほどまたプレスリリースをいつものようにさせていただきますけれども、今日は全体でこちらのクラスターも含めまして37件ございます。で現在、その資料について最終チェックをしておりますので、また記者会見が終わってですね、私どもまた最終確認しまして、またプレスリリースをですね、できるだけ早いうちにさせていただきたいと考えております。